ちごさん先生が初めて一緒にやったゲーム。デドバだよ、多分。デドバ。花ちゃんとデドバしてるときに、その先生を花ちゃんが連れてきて、先生ですみたいに言われて。最初、花ちゃんのデドバの先生って意味かと思ったんだけど、まあ、それもあったけど、さあもう先生って名前の先生だった。うん。それから、まあ、その、花ちゃん、通じて一緒に遊んだりしてたんだけど、ある時しおこさんがデドバしたいなって思った時に、いつも花ちゃんに声かけてたんだけど、花ちゃん仕事で忙しい、おはスタやってた時だったし、忙しくていなくて、でもデドバしたい、一人じゃやだなみたいな。で先生がオンラインで見えたから先生に声かけて誘ったら先生いいよっつって来たんだけど、来た時に横田一人みたいになって、うん、先生からしたら当然花ちゃんとかいると思ってたっぽくて、うん、でもしるこさんはそうじゃなくて直接先生に声かけたから驚かれた。それはね、友達の友達から誘いを受けるとね、ちょっとおってなるよ。